なくて俺にただただ告白受けて「ありがとう」みたいなって何も返事せずに俺が「俺何やってんの俺」と思うんだけど今考えるとしかもその時に告白されて「俺チャーハンの方が好き」とか言っちゃってた人なの俺チャーハンチャーハンチャーハンの方が俺めっちゃ好きだわみたいなえもうクソでしょ俺。っていうことを今思い出したの <え> <laughs> 困るなえじゃあちょっと一回やってみていいえ <laughs> よ俺じゃあこれ一回告白するからそ <laughs> うい、ん、う感じでやってみてうん田くんあのどうしても言いたいことがあるのうんずっとずっと前からたじくんのことが好きでしたありがとううん俺チャーハンめちゃくちゃ好きだからさええー <laughs> <laughs> ってなるわ、ね、<laughs> なる、ね、なるわななるよねそういうなんかおかしなことを言って,言ってた小学生時代でした。<laughs> うん 今聞いたらめっちゃ面白いけど、その時の子。いや、やばいでしょ。女の子どんな感じだったねえ、ちょっと俺も覚えてないんだけど、そこまで。タジに、今告白したらチャーハンの方が好きって言って、そのわれる。それ話しちゃったけど、それみんな忘れてください。忘れられないだろ。いいやん、かわいいやん、めっちゃ。いや、かわいいか、これ。かわいい。嘘つけ。